はい、どうもみなさんこんにちは。ということでね、はい、今回は MWS2SMG で最強と名高いこのバスピー使っていきたいと思います。まあ、前回ね、カストフをクリコフですね、紹介したときに、バスピーも強いよという話を聞いたんで、ちょっと使ってみたいと思います。使ってみたいっていうか結構使ってるんですけども、はい、湧いてる。はい、こんな感じでね、この武器結構まあ使った感じ強いですね。特にシップメントとかは、まああのシップメントじゃなくてもブレないんで、なんか知らんけどなんか知らんけどブレないんですよ。そして今日もね、今日とてあのドスを使っていきたいと思います。はい、やっぱ時代はねスコアストリークですよ、何回も言うけど。よし、 OK、 足りるんですね弾が。そのこれ50発ドラムマガジンつけてるんですけども、50発も入るのにエイム速度が1しか下がらないんですよね。あと他はね、あのなんか格子ダメージとか移動速度とかそんな下がってるんですけども、やっぱり大事なのはエイム速度で、エイム速度がその50発になるのに1しか減らないんですよ。つまり強いんですよ。はい、簡単に言うとつまり強い。はーい、危ない。何台、何ですかこのリスは、何ですかこのリスは。ちょっとね、あのシップメントひどくないですか。ラストとシップメントね、まあ、いくらシップメントはね、まあ、もともとよいしょ、 お祭りマップなんですけども、それにしても読めなさすぎる、うん、リスが1回死んだらね、2、3回死ぬ、3、4回死ぬ覚悟はしといた方がいい、このマップは。だから俺あんま死にたくないんですよね。そういうことでね、皆さんスコアストリーク、はい、ドスを使いましょうということですね。はい、敵を救助しなくても、スコアストリークは溜まりますというね、はい、すべてこのドスに話をつなげる、まあ、案件みたいな感じになってるんですけども、はい、そうです、案件が来てます、ドスから。DDOS をね、開発したね、ああ、よいしょ、会社から、普通に案件受けていますと。あ、そのね、スコアストリークのいいところって、アシスト、今みたいに敵、ああ、よいしょあーしゃい、今みたいにね、あのアシスト取られても味方にねポイント増えるんで、それがいいところですよね。ドスの動画みたいになっちゃってるけど、まあ、ちゃんとねこの武器紹介します。この武器ね、よいしょ、まあ、あのこれといってないんですけど、ないっていうかもう安定しすぎて、うん、安定なんか癖のない SMG、うん、だから癖のない SMG を使いたい人はぜひ使ってみてはいかがでしょうか。ブレないし、はい、これマジでね、いやー強いな、バスピー。これもワラ2の武器でしょ、 MW2 か。 MW2SMG に関しては MW2 の武器の方が強い気がします。なんか MW3 より、 MW3 で強い SMG も あるだろうけど、なんか AR はね、もう本当にもうなんかもう見る影もないというか、うん、いやまあ強い AR もあるんですよ。でもやっぱりね、あの DG とかが強すぎてあんまり目立ってないんで、よいしょよいしょと OK。 あー、これまくるか。やっぱこのシップメントで重要なのはこうやってね連戦なんで、やっぱり角間がつけてようやく使えるって感じですね。特に SMG は AR はねすぐ敵が死んでくれるから、はい、 OK。 おっと、カスタムはまた、まあ、貼っとくんですけども、まあでもシップメントなんてね、シップメントなんでね、一応僕サプレッサーつけているんですが、いらないかな、サプレッサーは。うーん、もっと別なのつけても、特にあのストックなしとかも意外といいっすよ、あれ、うん。ストックなしとかつけてもいいし、めちゃくちゃ速くなるんで、あれも。もうどうもブレないんでね。あい？リスがちょっとわかんねえや。うん、よいしょ。はい。あぶね、あーこれ無理か。何発キルなんだろう、ちょっと威力があんまりそんな強くない風に感じますね、威力が他の SMG に比べて。
まあでも安定性はあるって感じかな。威力がちょっと少ないかも。あ、スキルだこれ。まあそのぐらい連射速度高いんで、そんなね、高望みばっかりしても、まあ強いわ。強いです、はい。まあ強いです。この MW2 の SMG で強いのって、バル、ベル、ベルと MP7 と、あとこの武器、よいしょと、あとなんだっけ、あれ、そんぐらいか、ここなんかありましたっけ。でもね、MW2 の SMG は結構強いの多い。AR はね、あれなんですけど、AR は MW2 の AR が強すぎる。で、こっからね、もっと強化してくれるって言ってるんで、これはだいぶちょっと、期待度高い。あとね、AW にあったアサミっていう最強の SMG も来てくれるんで、あー、おい、タイミングだろ、それは。はい。あー、どうしようかな。もういいか。OK。はい、もう近距離負けようがないんで。はい、ナイス。なんか後ろから撃たれた気がした。じゃあ、ここにいたら俺死ぬだろ。よしよしよし。よし。あ、なんかよくわかんない。あ、なんかよくわかんないよ。はい、暗い。ドンと。あー、めっちゃ一般通過してるな。ナイス、ビートール、味方。はい。来いよ。何負けてんだよ。あ、何負けてんだよ。俺も。いけるだろ。あ、や、あー、よしよしよし。あー、もう、なんかね、あれなんですよね。シェイプの人、投げ物投げてる最中に敵来られるとまず死ぬんで、マジで。よいしょ。まあ、俺は一応ね、投げ物投げたら、その投げた敵を、投げて食らった敵を味方が殺してくれたら、もうアシストになるんで、まあ、ポイントこじき、あ、こじきって言ってたな。これは放送禁止用語ですね。はい、みたいになっちゃってるんですよね。そんぐらいスコアストリークに重きを。はいはい、はい。よし。意外と回ってるな、スコスト。あ、終わりました。あ、ということですね。90、92キルもした？そんななんか自分でキルしてる感覚あんまなかったんですけども。まあ強いですね。こんな92キルして弱いわけない、言わないから。この武器が。強いでした。はい、強いでした。まあ、MW2 さんの SMG の中では、ナンバーワン、ツーを争うレベルの SMG だと思うんで、皆さんもね、ぜひ使ってみてください。まあ、ベル、もう、俺はちょっとね、ベル派かなっていう感じはするんですけど、まあ、とりあえずね、はい、終わります。